花を突き去って景色も移り変わってく。この葉をこぼれる雫はきらりと光る。この曲ジョイサウンドでカラオケで歌えるので、よかったらみんないっぱい歌ってください。すぐに会いに行こう、その次の坂を登ると見慣れたシルエット、笑顔が私を待ってる。昨日の涙は眩しすぎる。日差しがさらりと消してく。不思議でなんだか頑張れる気がするの。ララララ笑って、それが幸せの魔法。空を見れば踊らないのの道も笑う。一緒に歌って、あなたに贈るプレゼント。リズムに乗って永遠に続くメロディーを。クレステンさん、おはようございます。風に吹かれて白い羽はどこへ行くの。夢を今乗せて高く舞い上がってから、くだらない話で気づけばいつも笑えているから。あなたのそばなら怖いものなんてない。ラララ2ステージで、これがねもう最後で、今日はもう19時までなんで、もうあとね私歌ったらアイク歌ったら終わりなんで、ぜひ皆さん TikTok、インスタ、ツイッター、YouTube やってるんで、ぜひぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。この後ね、ちょっと残って CD も持ってきたし、3日後にさっきも言ってたんですけど、クレッセントの花結成5周年当日に梅田のアムホールでワンマンライブがあるので、ぜひ遊びに来てほしいです。学生さんは半額になりますので、ぜひね土曜日遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。ぐらいかな。そう、あと写真撮りたいなと思ったらチェキもあるので、ぜひぜひセブンイレブンの前で撮れるなんてなかなかないからね、ぜひぜひ記念にしてもらえたら嬉しいなと思います。配信の皆さんも今日ありがとうございます。そう、今日はね、北助松駅前のセブンイレブンさんの前で歌わせていただいてるんです。そう、配信も
シフィルム映ってるやろ、ちょっとすごいよね。ぜひぜひ、おいしいもの食べれるよ。最後の曲に行きたいと思います。最後の曲はいつもね、クレッセントの花のライブと言ったらラスト盛り上がるナンバーがあるので、普段はねちょっとスタンドマイクで振り付けをしながら踊るんですけど、ちょっと今日はスタンドないのでちょっと片手なんですが、振り付けするんでみんなもちょっと見よう見まねで踊ってもらえたら嬉しいなと思います。本日ラストソングです。屋敷松瀬